皆さんこんにちは、武田塾の清水です。今回は合格者インタビューということで、北大に合格した生徒さんに来てもらいました。では早速自己紹介をお願いします。武田塾常盤台校から北海道大学総合入試理系に合格しました児童雄飛です。児童くん、よろしくお願いします。お願いします。北大に現役合格ということで、はい、すごいですね。しかも結構部活やりながら忙しかったということで、そうですね、現役でね9点以上とか目指している皆さんにぜひ参考にしてほしいなと思います。では早速なんですけど、まずじゃあ武田塾に入ったきっかけというか、はい、そのあたりから聞いていこうかなと思うんですけど、はい、武田塾はもともと知ってましたか？はい、知ってました。どこで知ってたんですか？YouTube で見て、はい、知りました。 YouTube のどんな動画を見て知ってくれてたんですか？タイガーファンディング。タイガーファンディング、受験生版の虎ですか？そこであのいろんな受験生がプレゼンしてるのを見てた、はい、そうです。で、塾に入る前は自分で結構勉強進めてたんですか？そうですね、数学だけなんですけど、うん、勉強してた感じ。数学がじゃあ自分で好きな教科で、はい、そうです。その時はどんな勉強してたんですか？赤チャートを。赤チャート出ました。なかなかのハードなやつですね。そうですね、はい、はい、一周回しながら、うん、サブ的な感じで1対1、うん、大学への数学の1対1対応を回すみたいな感じで、うん、なるほど。それ以外の教科はまあ逆にやってなかった。逆に何もやってなくて、ちょっとやばいなと、はい、で実際その武田塾に、まあ、最初受験相談に行ったと思うんだけど、はい、どうしてその塾としてのチョイス、もともと知ってたっていうのはあると思うんだけど、はい、選んだんですか？自分野球やっているので、うん、スケジュールとかも武田塾さんで管理していただいた方が効率よく勉強を進められると思ったからです。なるほど、はい、部活は野球部ということだったんですけど、どれぐらいの忙しさだったんですか？はい、そうですね、まあ、週5で土日は帰るのが9時ぐらいで、うん、めっちゃ長いね。ほぼ1日土日部活中、土日やって、まあ、平日も学校終わった後から練習して帰るのが7時ぐらいとか、そういうレベル。じゃあそのもう部活の合間の時間を使って武田塾の宿題をどんなやつなんじゃん。そうですね、まあ、移動が長かったりするので、うんうん、電車の中で単語帳を眺めたりだとか、ポラリスの文法問題進めたりとか、はいはい、あ、ポラリスって移動時間のやつやってます。すごいね、気合がすごいわ。なるほど。じゃあ結構さ、大変な量出されるじゃん、英語と数学宿題とか、それとか全部しっかりこなせたりした？確認テストとかいけた？まあ、いけたと思うんですけど、まあ、若干学校の授業の時間いただいたり。なるほどね、はい、内職とか移動時間とか使い倒して、そう、使い倒してゴリゴリやってた感じです。部活はもともとやってたと思うんだけど、はい、塾入る前と入った後でなんか勉強のこの辺が一番変わったなみたいな感じとかあった？そうですね、まあ、1日のうちにやらなきゃいけないことがはっきりしているので、うん、勉強に取り掛かりやすかったっていうのがまずある。なるほど、はい、今日のタスクはこれだから隙間時間やってこれをひたすら潰してこうって感じです。はい、そんな感じで部活の引退は何月なんですか？7月の20日ぐらいまで。7月の末ぐらいまで。結構夏までゴリゴリに野球やってて。野球やってました。じゃあその間はエースメインでやっててっていう感じ。はい、そうです。理科とかはその間は？理科とかはほぼノータッチ。ほぼノータッチ、はい、まあ、エースに特化して、まあ、取れる時間の中で仕上げてた感じ。はい、そうです。部活終わるぐらいまでエースでどれぐらい仕上げられたの？可愛いの偏差値で数学が65ぐらい、うんうん、おお、まあ、でも英語も55ぐらいだったという感じ。はいはいはい、じゃあ数学は結構ね自分でもともとやってた分もあって、はい、早めに成績につながって、はい、英語はもうちょいかなみたいな。そう、日大レベル突破ぐらいは行ってた感じ。はい、そうです。あ、いいですね。で夏ぐらいに部活引退して、そこからはどんな感じで勉強したの？そこからは、まあ、武田塾さんのルートに沿ってやっていくのと、物理を夏休みは中心にエッセンスとかで進めていた感じ、はいはい、じゃあ夏休みから物理と科学の勉強もスタートして、はい、夏1ヶ月でどれぐらい進んだの？夏1ヶ月で、まあ、物理がエッセンスの原子以外が終わった感じ。早いね。夏休みで、あ、じゃあもう最後の1単元で4単元分はもうゴリゴリ、4単元分はゴリゴリやって。おお、その時は武田塾で理科も受講してやってたの？いや、まだ取ってない。あ、それ自分でやってたんだ。はい、エースを引き続きやりつつ、はい、理科を自分でやり始めると。はい、なるほど。じゃあ秋以降の勉強についても聞いていきたいんですけど、はい、秋ぐらいはじゃあどんな勉強のバランスですか？秋ぐらいは英語、科学、物理を中心にやってた感じ、うん、なるほどなるほど。そう、均等で数学はお休みって感じ。数学は休み。そうか、逆に言うと数学はもう早めに仕上げられたから、はい、今まで数学に回した分を英語と科学とか、はい、他の科目に回した感じ。なるほど。で最終的に共通テスト前ぐらいまでにそれぞれの科目どれぐらいまで仕上げられたの？共通テスト前だと物理がメモの森がまあ一周終わったぐらい。おお、科学ともちょっとスタート遅かったですけど、遅かったですけど10問を一周終わってで、うん、もう一周目入り始めたぐらいかなっていう感じです。まあ、10問入った。10問入りました。結構もう応用に着手し始めて。まあ、そうです。はい、それもすごいね。英語はどうだったの？英語は地方国公立ぐらいまでやってて、うん、英語に関しては共通テスト前ぐらいというか、まあ、年末ぐらいまでに地方国公立レベルまでは突破できた。はい、まあ、そうですね。はい、この辺も巻き返してきて、じゃあ結構2次の A 数物価に関しては年内にある程度形になってきたなっていうのが、はい、強手対策とかどうですか？強手対策は物価
科英数に関してはまあまあ順調に来てたんですけど、うん、地理と国語何もやってなくてそれどころじゃなかったですかね、今まで、はい、ちょっとだけ最後やったみたいな、ちょっとだけやってたんですけど、うん、半分諦めないみたいな感じで僕らね、総合理系入試だと配点が300が共通で450が2次、だからもともとその2次で稼ごうかなみたいなところで、まあ、そういうプランでは多少共通はもうちょっとすればいい、致し方ないかなみたいな感じだったで、実際共通テスト本番まあ年明けてあったと思うんだけど、はい、どうだったですか？国語が200分の70点、うん、半分いかなかった、半分もいかなくて、はいはいはい、地理も50点ぐらいでガッツリ判定ここで数の、ね、受験生だったら共通いい判定やばいちょっと避けようかなとか思ったりすると思うんだけど、はい、最終的に北大のまま出願したんだよね、はい、それなんかどうしてそうしようと思ったの？北大以外に国公立を考えていなかったので、はい、まあ、調べてもなかったですし、北大以外眼中にね、眼中にねある種予想通りのいい判定というか、まあそうですね、共通終わってからはどんな勉強したの？終わってからは私立の過去問に着手して演習こなしたりしていましたね、うん、はいはい、じゃあ過去問演習、二次の過去問とか次第の過去問をメインでやってた感じ、はい、やってました、はい、じゃあ主体はどの辺受けてどこ受かった受かんなかったとかあります？法政、青山、明治、うん、理科大受けて、うん、明治だけ落ちた、うん、で他受かりました。おお、そうなんだ、はい、その時期の次第の対策と二次の対策とどれぐらいのバランスでですか？完全に私立。あ、結構じゃあ私立をゴリゴリ次第の入試まではやってて、ゴリゴリやって、その後からまあ北大の入試の対策に、そうです、最後ちょっとそうです、最後の私立が終わったのが2月の14だったので北大までにまだ10日ぐらいあったので、まあ、そこで詰めればいいかなっていう感じで、なるほど、まあ、科目も一緒だし、あとはあれだよね、年内に結構進んでたっていうところが大きかったのかな、まあ、そう、はい、大きかったですね。で実際2次の本番はどうだったんですか？2次の本番は数学で5分の3巻ぐらいしてて、一番最初が数学だったんですけど、うん、数学がうまくいったところで結構安心したかなって感じ、うん、なるほど、来たんじゃないかな、これは来たんじゃないかないいね、他の科目とかも結構手応えありました？そうですね、英語も物理もうまくいって、うん、科学だけちょっとミスっちゃったかなっていう感じだったんですけど、はいはいはい、大きなミスは何もなかったって感じでした、ね、うん、じゃあ数学、物理、英語でしっかり予定通り稼いで、まあ、科学も最低ラインの指定を留めて、これは来たなと、これは来たなという感じを、はい、実際その受かった時はどんな感触だったの？うおーって感じ、うおって感じ手応えはあったはあったけど、やっぱりあったあったけど、協定がいい判定だったっていうのもあって、まあね、どんなに手応えが良くてもやっぱり安心はできなかったので、うん、受かったら嬉しかったです、ね、おー、なるほど、その親御さんとか、うん、学校の先生とか友達とかどんなリアクションでした？いやマジかって感じでした、ね、協定違反定ってことをだけ言ってたんで、はいはいはい、お前受かるのみたいなそういう感じびっくりされた、はい、あとは武田塾のその特訓1年間受けてたと思うんだけど、さっきねあの宿題出されて確認テストは結構毎回合格はできてた？そうですね、ほぼ合格してたと思います、うん、個別指導の時間とかは先生と一緒にどんなことを普段やってたんですか？個別指導の時間は丸付けをしてできてないところを一緒に確認したり、うん、参考書にもちょっと書いてないような補足知識を先生が教えてくれたりしたのが良かったと思います。ここも入試で出るから多いです。そうです、はい、なんかそれはどんな先生でどんなことを特に仕込まれたなとか教えてくれたなみたいなとかあった？科学は特に細かい知識をここ出るよここ出るよって、はいはいはい、いっぱいやってくれたのと、あと授業内にやったことを一番最後に確認されて、うん、うっみたいな今回の範囲で参考書ここちゃんとしっかり覚えて理解してねって言われて、はい、即の終わり時に、はい、はい、じゃあ説明してみたいな、はい、そうです、言われてたの、はい、言われてました。そういう聞かれ方をすることによって結構普段からそれできなきゃダメだなって自習中も気をつけるのか、特訓中に言われたこととかを復習してる時に、うん、あここ言われたなってとか思ってやってた感じ、はいはいはい、お先生に1週間後にね聞かれると思ってたらちょっとドキドキしながら勉強するもんね一番説明するのとか仕上げるに苦労した教科とか参考書とか単元とかあった？そうですね、科学の基礎問題成功が人気のところが全然ダメで分かんなかった。なるほど、そこはどうやって乗り越えたとか？分かんないところだけを集中的に何日も連続で同じようなことをやって短期間でバシッと頭の中に叩き込むみたいな感じでやってました。なるほど、ここは覚えるみたいな場所を決めてそこをもう一つくるくる回すっていうことですね。無機化学の金属の色とかをガーッと書いて、うん、で次の日も同じことやって、うん、3日連続ぐらいでやると大体頭に入ってくるのでそういう感じでやってました、まあ、1年間ねたくさんの参考書仕上げてきたと思うんだけど、特にこの3冊良かったなみたいなのあったら聞いても大丈夫ですか？そうですね、あの英語のザ・ルールス、関先生の長文、はい、どんなところが良かったですか？英文の長文問題に対する問題を解く上でのプロセスとかがしっかり書かれてて、今まで考えたことなかったようなことがいっぱい書いてあったので参考になりました。まさにルールの部分を使って長文読めるようになった。はい、そうです。第2位なんですか？数学の基礎問題成功。基礎問結構スタンダードなところで、はい、一番最初に数学はネットでやったかな、はい、これはどうしてですか？そうですね、まあ、時間がない中で少ない問題数で大きな成果を得ることができたかなっていうところで効率が良かったと思います。
ます、うん、これ実際その使う感覚としてやっぱその絞った方が仕上げやすいなみたいなところあったの？やりやすかった、勉強しやすかったっていうのは時間がかからなかったですね、うん、はい、まあ特に部活でね時間を縛られてたもんね、はい、そして最後第1位は何でしょう？第1位は物理のエッセンス、8月の相棒。8月の相棒です、はい、エッセンスはどんなところなんですか？そう、エッセンスも数学と同じでまとまってる部分がすごい良くて短期間でも仕上げて、うん、結構深いところまで行けたので良かったと思います。1年間受験勉強を通して科目でもいいし、はい、時期的な科目バランスとかでもいいんだけど、ここ苦労した時にこう乗り越えたなみたいな、なんか覚え一番印象的だった思い出とかある？一番印象的だったのはやっぱり科学の無機化学が本当に、ああやっぱそこなんだ、科学地獄に、科学地獄で暗記暗記で全く歯が立たなかったので、うんうん、この時期だけは本当に科学だけやるみたいな感じでしっかり入れた感じです、うん、なるほどね。ただ結構1年間かけてもうこの時期はこの科目一気に仕上げるみたいなバランスがすごい良かった感じはあるのかな？そうですね、集中的になんか局所的にやるみたいな、うん、そういう感じでやってました。国公立がね5教科7科目で多いけど、この時期は特化してこれにしっかり仕上げるっていうのがしっかりメリハリついて、はい、だからしっかりその時期にちゃんと得意にして、それが仕上がったら次みたいな感じでやってって、はい、心地にはもう戦略的にある程度ちょっと絞ってってみたいな、そうです、感じでうまく現役合格取ったと、はい、いいですね。ということで見事現役で北大受かったわけなんですけども、来年とか、まあ、部活結構夏までゴリゴリやって、そっから国公立か9点とか目指したいって受験生今たくさん見てくれてると思うんだけど、はい、そんなみんなにアドバイスがあればぜひお願いしてもいいですか？はい、みんなよりも3ヶ月くらい遅れてるっていうところはあると思うんですけど、意外とやってみると長いなって感じたので、うん、焦ることなく一個一個やっていくと結果出ると思います。ぜひ札幌で大学生活を楽しんでください、はい、ありがとうございました。今回は以上です。